ロート製薬さんが一般の方からメッセージというんですかね、瞳に残った心に残った喜びや感動、素晴らしい出来事やシーン、また大切な品物思い出を100文字で伝えるという、キャンペーンというんですかね、それを、されてですね、たくさんの応募があったそうなんですけれども、この大切なものということをテーマに皆さんが書かれた文章を、読まさせていただきたいと思います。ちょっともうどれも感動的で、胸が詰まってしまうところもあるんですけれども、ご紹介させていただきたいと思います。小さな箱にケーキが2つと、これからも頼むわの小さなメモ、倒産してお先真っ暗な結婚記念日、亭主関白のあなたが頭を下げて差し出した小さな箱、まあ頑張るしかないか父ちゃん、塩味の効いたケーキ美味しかったよ。定年旅行で初めて飛行機に乗り、二人で雲海を見た。妻の瞳が光って輝いていた。あれから10年、認知症と言われた。妻は記憶と言葉を失った。でも神様に感謝、あの瞳と笑顔を残してくれたから。パパ愛してる、愛してる。酸素マスクからかすかに聞こえるあなたの、まさか最後の言葉になるなんて、かっこよすぎるよ。あなたらしいね。かっこ悪くてもずっと一緒にいたかった。でもありがとう。8年前の秋、いずれ全盲になるでしょう。明暗もなくなると告げられた時、俺がお前の目になると言ってくれたあなた、63歳の今私輝いています。その時が来たって怖くなんかありません。手術前日、見えなくなっても分かるように目を閉じてあなたの顔を触った。分厚いガーゼが外れ、点眼薬で黄色い診察室、見える。感謝と安堵で心が震えた。もう一度あなたを見ることができて本当によかった。たくさんあるんですけれども、全部読むともうもっと涙が止まらなくなるので、それからもう一つ、今日のコンサートの会場にお越しくださっている方から正恵さんに宛ててメッセージが届きました、どうしても、このメッセージを読ませていただきたくて、許可をいただいたメッセージがございます。
私は今から12年前に主人を亡くし、3人の子供がいます。主人とは19年間友人であり、恋人であり、妻であり、何よりもお互い信頼し愛し合っていました。日本政府の仕事でカンボジアに行き、内戦に巻き込まれ非業の死を迎えました。その時雅也さんの CD を聴き、心が癒されました。後を追うことばかり考え、夜の眠りが一生覚めなければいいと願ったりしました。でもその時雅也さんの音楽を聴き、姿は見えなくても光の中に、風の中に、空の中に、心の中に主人がいることを知り、毎日の小さな幸せを感じるようになりました。ただの主婦だった私が資格を取り、周りのみんなに助けられ、今子供たちに関わる司書の仕事をしています。今を一生懸命生きたら、いずれは亡くなった主人と会えると思い、こうやって前向きに生きることができたのも雅也さんの音楽のおかげです。雅也さん、ありがとうございます。というメッセージをいただきました。今日はまず、大切なものという曲から聴いていただきたいと思います。皆様の大切なものは何ですか？大切なものは何ですかという問いかけが何度も何度もこの歌の中には語られてきます。皆様の大切なものは何ですかというところから、雅也さんの大切なものを歌っていただきたいと思います。それでは雅也さんに歌っていただきます。大切なもの、どうぞ。人